パフォーマンスのミディアムクラス競技を開始していきます。トップバッターは3番目の荒川さんとさん、ゴトスラロームで抜けてしまいました。失敗のパーの手が一度上がります。トスラロームハードルですね、ハードルを拒絶してそのまま次の障害を通過してしまいました。ここで残念ですが失格となります。9番のハードルを拒絶し、そのまま10番のハードルを飛んでしまいましたので、ここで失格となっております。パフォーマンスのミディアムクラスは、全部で7頭の出勤。はい、ありがとうございました。